はい、まりました。はい、こんにちは。はい、今は川口駅前に来てます。今、リリアに来てまして、川口にある唯一のコンサートとかができるような施設に来てますね。はい、なんでですか？いや、なんとですね、はい、今回博士太郎さんが川口に来てます。バイオリニストね。はい、ちょっとお呼びしました。お呼びしたの？どういう関係？あ、まあ、ちょっといろいろあって、あ、ちょっとお呼びさせてもらって、まあ、ちょっとリリアでやってくんねえかっていうことは、まあ、心よくいいよと。あ、本当。うん、優しいね。来たというよりかは呼んだ。呼んだ、うん、ちょっと電車うるさいですね、すいません。この日のためにね、結構あの復習してきたんで、やっぱりあの博士太郎さんの曲をね、うんうん、ナウシカとか。ナウシカ弾いてんの？エトピリカねっつって。ナウシカでエトピリカは繋がらんやろ。ちょっと遠すぎたわ。あとタンポポとか。ひまわりな。来た。かかってくれた。ひまわりな。あと冷静と情熱の間とか。情熱大陸な。お聞いてきたので、はい、まああのその三角だけ少なくない？存分に楽しめるかなと思います。本当2時間あるけどぐらいあるらしいけど大丈夫？その3曲で。あ、全然。本当？はい、あとは寝ればいいだけなんで。寝るの？では行ってきたいと思います。楽しみだね。楽しみ、これは楽しみ、ね、チケット取ってくれてありがとうございます。とんでもないです。行ってまいりましょう。博士さん、ありがとう。いやいや、俺にもね。俺にもね。もちろん。かんやらしいです。急げ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 。でも結構入ってなかったよまだ、ね、いや、というかですね、久しぶりにリリアの中に入った、ね、何年ぶりだろう。成人式やった以来かな。15年。成人式やって以来に入ったわ。2 hours later. 博士太郎さん、どうでしたか？いや、最高でしたね。最高でしたよね。まあ、僕たちが唯一聞きたかった、うん、あのタンポポ聞けなかったんですよ。ひまわりな。まあ、でも一番最初にそのパプリカが流れたから。エトピリカな。あ、エトピリカ、うん、パプリカはヨネーズの方だな。で、やっぱ最後のフィニッシュのね、うん、情熱大陸。情熱大陸だね。すごい盛り上がったよね。たまにこうクラシックとか聴くとよくない？いいね、なんかもうすごい新鮮でした。いい、うん、楽しかったです。よかったよかった。私結構たまにあの一人で YouTube めっちゃ聴くから、クラシック。あ、そうなんだ。そう、聴く。みーさんはね、基本的に行動がね、呪いから、うん、剣の舞聞いた方がいい。常に急げみたいな。まあそんなこんなで、はい、これからちょっとあの約束があるので、はい、ちょっと急いで向かってるんですけれども、はい、よろしくお願いします。この後も楽しんでいきましょう。ミツくん、来ていただいております。はい、ちょっと待って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 、引っ越しのお手伝いの約束の焼肉のちょっと本日果たそうということで、博士太郎のライブ後なんですけれども、来ちゃいました。お決まりの交流です。はい、いただきます。乾杯。ありがとうございます。うまい。最高だね。うまいな。肉決めていこうか。はい、とりあえず以上でお願いします。博士太郎のライブどうでした？いや、行ってねえんだわ。
行ってねえんだわ、行ってねえんだわ。これ動画には撮ってないけど、さっきここまで来る道中2人の熱量すごすぎて、行ってない人からしたら博士太郎でそこまで熱量上がることってないんだから。興奮冷めやらぬ。まあ行ったからね、車の中で。いや車の中で音楽感動してたけど、それは普段博士太郎聴いても感動するレベル。2人はだってもう興奮しすぎて、なんかいつもの 1.5 倍速で喋るし、兄ちゃんに関してはさ、あ、流れてる時車で隣で何やってたよ。だから帰ってきて初焼肉じゃん。あ、初焼肉ね、うん、もう楽しみだったよ。やっぱ日本の焼肉が一番美味しいよね。どう、美味しい？最高にうまい。このために俺は何にも食わないできたんだから。今日何も食ってないの？今日何にも食ってないよ。肉なくすからここも。出た、言うやついるよね。焼肉が来たら大体言うやついるよね。一人はカメラ向けられてっから言ってやってんだろ。最初はグー、最初はグー、最初はグー、最初そんなことある。最初はグー、じゃんけんぽい。おい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 、マジか。最初はグーじゃんけんぽい。ちょっと待ってよ、これもうやらせみたいになってるから、これリアルだからね。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。マスチュどっちどっちどっち、どっちかわかんないから、どっちか。じゃあもう2つ取る。ダメだよダメだよ。どっちがいい？こっち桜だ。いただきます。いただきます。どっちが上ハラミでした。いやマジじゃん、マジじゃん。じゃんけん勝ったのに普通のハラミ食ってるわ。いや普通のハラミ食えてるからいい。お前食えてないのか。何も食えてねえ。はい、小池です。ごちそうさまでした。いくらだと思いますか？21,000円。ごちそうさまです。そんで、ごちそうさまです。なんかやってるやつ。はい、ごちそうさまです。ごったんです。23,000円。はい、6,775円です。ありがとうね。はい、すいません。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。大満足って。大満足、大満足。もう食いすぎて払いたいです。いや、うまかったね、マジでね。いや、よかったわ。これちょっと報酬払いすぎたから、あとでなんかおごってもらう。いやいつでも引っ越し、ま、引っ越しはいつでも言ってよ。そしたらまたくれるんでしょ。いつ引っ越し、来月とか引っ越しする。家具の組み立て、家具の組み立て。そんな引っ越し族じゃねえわ、俺ら。これ必要じゃない？めっちゃ沈まない？酒くせえ。酒臭い？酒くせえ。どんまい。わかる。どんまい。タバコ吸わない人にはタバコ臭さわかるでしょ。わかるわかる。酒飲まない人には酒臭さがすげえわかる。わかるよね。俺はどっちもわからん。両党の森にはどっちもわからん。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。雑。アイス食べよう。